はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということでね、昨日なんですが、SSR、サポートカード新たに2枚追加されましたよということでね、ちょっとその辺の、確認というかね、性能チェックみたいな動画撮りたいかなと思います。ちなみに本日は、国神大輔生誕祭ということで、まあね、誕生日だよということでブルージェム、300個いただけましたよと。まあ正直言うと、なんかキャラの誕生日はさ、無料10年引かせてくれてもよくないみたいなぐらいに思ってるから、300はしょぼいなっていうのが正直な感想だけど、まあもらえないよりはいいよねっていうところですね、これに関しては。で、ホワイトデーのキャンペーンとかで、イベントも来てるよということで、チョコレートでね、ピース交換できるよということなので、まあこれはね、結構、積極的に集めるといいんじゃないかなと思います。で、俺もね、チギリがね、レベル55で止まってたんですが、もともとね、なんだっけ、普通のライバルリーの方で回収できてたピースもあったので、今回の交換でね、レベル60のちぎり作ることできましたよということはね、報告しておこうかなという感じですね。はい、ということで、まあ、今回はね、メインは、新しいサポカー軽く性能見ていきましょうということでね、やっていきます。はい、まず1枚目ですね。天才との出会い、こちらが、SSR の、まあ、ナギのサポートカードですね。サポートイベント傾向がテクニック系ということで、まあ、テクニックが上がるイベントが起きやすいよという感じですね。で、筋練習は、ドリブルトレーニングと、イメージトレーニングってことなので、まあ、やっぱりね、イメトレとドリブルだから、まあ、ナギ育てるときに使いたいのかなというような気はしますと。で、練習能力最大時っていうところで言うと、初期テクニックアップ350、初期賢さアップ150、そして、練習時テクニックアップが 30%、練習コンディション消費削減が4、スペシャル練習の発生率が 50%、練習ボーナスが 20%、固有の天才との出会いで、練習時賢さアップ 30% とレクチャー率アップ 50% がつきますよということで、まあ、レクボはついてないけど、スペシャル練習の発生率アップとレクチャー率アップ両方ついてるから、まあ、スペレクは起きやすいのかなという感じですね。で、筋練習がドリブルとイメトレなので、この2つでね、筋レク起きやすいのは結構良いかなという感じですね。まあ、練習ボーナス付きのキャラと一緒に、筋レク踏めれば、かなりステータス漏れるような気がするので、この SSR はね、結構使いやすそうっていう感じはしますね。まあ、こういう解放した前提での話なので、まあ、無凸だとどうかはちょっとわかんないけどねっていう感じかな。練習ボーナスまで取れれば、使えるような感じはあるので、まあ、60までは上げたいのかなとか、そんなところかな。はい、じゃあ次行きましょうか。2枚目の SSR 潰す一択、こちらはなんだっけ、チーム V でいいんだっけちょっと待って、自信ないな、読み返さんとわからんけど、まあ、ナギとレオと、暫定のね、3人組の、スペシャルサポートですね。サポートイベント傾向はキック系、練習メニューカードが、ブルーロックマンシュート練習と全力シャトルランの2つですね。まあ、シュート、そうね、シャトルランと、シュートなので、まあ、そうだな。まあ一応この2枚があれば一通り、すべてのステータスカバーはしてるのかなという感じはあるけど、見ていきましょう。練習能力レベル最大時が、初期キックアップ350、初期スピードアップ150、練習時キックアップ 30% とスペシャルレクチャージボーナス 35%、練習試合ボーナスが 40% とイベントステータスアップ 70%、固有の潰す一択で、練習時スピードアップ 30% とスキルレベルアップ5ということですね。まあ、練習試合ボーナスと、スペシャルレクチャージボーナス両方ついてるっていうのは、まあ、そうだね。どっちも取りというか、安定感と上振れのどっちも取りなので、まあ、使い勝手はいいのかな。まあ、どっちかに特化してる方が、
最終的にね固められるんだったらいい気はするんだけど、まあでもどっちもついてて悪い能力じゃないというか、まあどっちも強いからね、方向性としてはあの安定感を取るか上振れを取るかみたいな、二択の、練習能力をどっちも取りしているということで、まあどっちのデッキにも入れられるよということで言うと、まあ育てて損はないカードかなという感じはありますね。まあイベントステータスアップ 70% がどの程度かっていうのがちょっと何とも言えないところではあるんだけど、そうだね、まあこっちはね、レクボついてるけどレクチャー率アップや禁練習のアップはないので、まあそういう意味では本当ね、まあ上振れ狙い、うーん、そうだな、まあ上振れたらでかいけど基本的には練習試合ボーナス 40% が本体なのかなというような気はしますね。まあスピードとキック 30% アップがあるので、まあシャトルランとかで、一緒に踏めれば、そうね素でも伸びるのかなという気はしますね。まあブルーロックマンシュート練習の方ではスピードは上がらないから、そっちだと 30% アップスピードっていう方の恩恵はないから、どっちかっていうとなんかあの斬鉄メインというか、スピードシャトルラン用のね、サポートな雰囲気もありますかね。で SR の方はチーム V、スタミナ系イベント傾向で、固有が、テクニックアップ、練習時テクニックアップと、練習試合ボーナス 40% ということで、まあ、SR でもね練習試合ボーナス 40% がつけれるやつが出てきてるよということで言うと、まあ、練習試合ボーナスに特化したらサポカだけで 120% とかも今組めるのかなとか、そんな感じですかね。はい、というところですね。まあ、一応交換所から、金練習踏んだ時の、白が何拾えるか見ましょうか。まずドリブル、ナギのドリブルが、活発と見切りか。そうね、まあ、テクニックアップとテクニックでのドリブル突破しやすくなるよ、ん？あ、防ぎやすくなるよか。はい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 。見切りはディフェンス寄りかな、スキルとしては。で、切れ物、賢さアップとミッドフィルダー適正丸か。なるほどね、と。で、潰す一択の方は、ブルーロックマンシュート練習で崖っぷちと、チームプレイが拾えますね。まあ、チームプレイの話題出るたびに毎回言っちゃうんだけど、これね、自身を含むチームがゴールを決めると自身のスタミナを回復することがあるということで、まあ自分のチームの得点が入ったらスタミナ回復だよって、スタミナ回復スキルって結構重要っていうか、スタミナがね足りなくなりがちなので大事だなと思ってるんですが、これ発動条件3回って言うけど3点目取ったらゲーム終わるんだよ試合だからね、これねちょっと現状だとねツッコミを入れたいというか、まあ発動条件減らして回復量増やすなりなんかしてほしいような気もするんだよね。まあ、ただ今後、3点選手じゃない普通のサッカーみたいなルールの、イベントとかが起きる可能性もあるので、まあ、そこを修正してよっていうのを言うべきかどうかはちょっとわからん。はい、シャトルランの方の白スキル見ましょう。突撃、ボールが相手ゴールに近い時に突破時に、突破できる確率上がるやつ。そして身軽が、突破阻止時スピードを生かした突破を防ぎやすくなると、スキル発動した際の突破阻止時のみ、スピードを生かした突破を防ぎやすくなる。だからまあスピードタイプのドリブルしてくる相手に対しての、ドリブル阻止しやすくなるやつですね。はい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 、なるほどね、と。まあ白スキルに関してはチームプレイの回数ぐらいしかいじるところがない感じかなといったところですが、それとね、もう一つ、大きな変更って言っていいかなという部分がこれですね。スペシャルサポートガチャの、常設のね、ピックアップガチャ、できましたよと。これ初めてだよね。ボリューム1、ボリューム2の時には、普通にこっちのガチャしかなかったんですが、まあキャラだとね、新選手のピックアップガチャがあって、一応常設枠として、ダブルピックアップだったり、ピックアップだったりっていうのが、
定期開催されてるよという形だったんですが、まあ、今回からね、ボリューム3から、今までのやつをピックアップできる常設タイプのねスペシャルサポートガチャ、ピックアップガチャみたいなやつが、加わりましたよということで、まあ、今までねボリューム2まではこのタイプがなかったので、まあ、300万ダウンロードのサポーカーガチャの時にね、無凸でも革命持ってないから一応1枚持っとくかっていう意味では狙おうかなと思ってるみたいなことを言ったんだけど、ピックアップ過去のピックアップの、サポートガチャ常設のやつ来るんだったら別に引かなくてよかったから正解だったかなっていう感じですね。はい、まあとりあえず今回に関してはそんなところかな。今急いで引くかといえば、とりあえず待機でいいというか、まあ引いてもいいんだけど引いても育てらんないんだよね。今俺手持ちですがまだ、育てられてないやつ、王様とアンリちゃんで、ね、レベル1のまま、塩漬け状態なので、まあ、メモリーボールがねもうちょっと入手手段ないと、引いても育てられないからちょっと引けないよねっていう風になっちゃうからね。まあそういう意味ではちょっとメモリーボールの配布とか入手手段とか、もうちょっと充実してくれてもいいんじゃないかなとは思いますね。まあキャラの方の強化素材はね結構、最初に比べれば配るようになったと思うので、まあそっちみたいにね改善してくれればいいかなと思いますね。まあ元々はね多分強化素材も売りたかったんだと思うんだけど、まあでも強化素材をわざわざ買うモチベの人は少ないと思うからね、まあちょっと方向性的に修正した方がいいんじゃないのっていう感じはありますね。はい、というわけで、まあ、今回はね新しいサポカー軽く見てみましたよという動画でした。まあ、今後ねガチャ期間内に無料ガチャとか来るかもしれないので、そういうのあったらそれはそれで引いてみようかなと思いますが、まあそれ以外っていうことで追加で引くかっていうと、ああまあ無料ガチャでチャンスタイム来たら追加するかもし、追加で引くかもしれないけど、そんなもんかなという感じで、思いました。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。